地理33人希望の奇跡は2015年にチリで制作されたドラマ映画。2010年に発生したコピアポ鉱山落盤事故を題材としている。監督はパトリシア・リゲン。主演はアントニオ・バンデラス。100年以上にわたって続いてきたチリのサンホセ鉱山で大規模な崩落事故が発生する。崩落により地下およそ700メートルの最下層部で 作業中の作業員33名が、公道内部に取り残されてしまう。出口へと続く、唯一の坑道は崩落で通れなくなっており、煙突内の梯子も不設途中で地上まで繋がって、おらず自力での脱出は、不可能。さらには避難所に備蓄されていた食料と、水は3日分しかない絶望的な状況だった。一方地上では、会社が事故を隠蔽しようとしたが、 それに気がついた地上作業員がマスコミに公表したことで事故の話が広まり、鉱山の付近に作業員の家族らが詰めかけていたが、会社側からは何も説明が得られない。翌日、工業大臣が現地に訪れ会社側へ説明を求めたが、現在も鉱山が不安定なことと過去の崩落事故での生存者がいないことを理由にこれ以上の対応はしないと告げられてしまう。 工業大臣は救出活動を政府が引き継ぐことを決定し、掘削のためのドリルが世界中から集められ、救出作業が開始されたのだった。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。